京都市立白川総合支援学校は、京都府京都市左京区岡崎東福の川町にある、公立特別支援学校。主に軽度知的障害者を対象とする、高等部単独校である。高等部職業学科単独の特別支援学校。現在の産業総合科には、食品加工、農園芸、情報印刷、地域コミュニケーションの4つの専門教科があり、専門教科別にクラス編成を行っている。食品加工では、パン工房白川、農園芸は、白川農園、情報印刷は、印刷工房白川を営業しており、生産や販売を通した学習を行っている。地域コミュニケーションでは、介護予防事業の補助活動や配食サービスの補助活動その他、地域包括支援センターや、地域の自治会、NPO 法人等と共同した地域福祉事業を演習としている。また、校内に喫茶ミルキーウェイを設け、専門教科、流通サービスで喫茶サービス、販売の演習を行っている。また、日本で初めての取り組みである総合支援学校版デュアルシステムを推進。企業とのパートナーシップに基づく産業現場実習を年間1年生で6週、2年生で10週、3年生で14週、実施している。2007年10月に白鵬賞を受賞。2010年には TBS、みのもんたのサタデー、ズバッと。2011年には NHK 教育、キラッと生きるで学校の取り組みが紹介されている。入学にあたっては、進路相談、入学相談を経なければならない。また、療育手帳を取得していなければならない。2013年4月より、東山区にある、元東山小学校跡地に分校を開設する。これに伴って、1年生を総合科とし、2年生からの、食品加工、農園芸、情報印刷からなる、産業総合科と、地域コミュニケーションを発展させた、地域総合科に、学年進行で再編される。ありがとうございます。